はい、寒いですね。速稼塾の久保です。今日も暗号通貨ニュースをお届けしますけども、皆さんからお便りをいただいたのをちょっと一括して返信させていただきます。お便りの内容は皆さんね、ビットコインの件でございます。昨年の1月2月の半ばあたりまで私はね、ビットコインをずっとね買いますようにお勧めしておりました。100万円を超えるまでに買った人が3年後5年後ものすごくねいい思いをするよという形で、95万円前後の今だから買っておきましょうと。100万円を超えたらもうすでに皆さんのマインドは1ビット100万円以上は高いなっていう感覚になるでしょうと。でも安いんですよってことを日々お伝えしてきたわけなんですよ。でそういった時に、じゃあ久保さんが言うならということで、1枚とか2枚を買った方、中にはね5000円でも1万円でもいいから買っておきましょうという私のお話を聞いてですね、本当に5000円とか1万円買った方、この方から今ね非常に多くのお便りをいただきまして、皆さん良かったねってことなんですよ。私に別にねお礼のメールとかいらないですからね。まあでもいただくのはありがたいんで、送ってこないでくださいってことじゃないです。なんて言いますかね、私もねいろいろおすすめは動画の中でしましたけども、ビットコインに関しましては何の保証もできないんでですんで、最終的な決断をされたあなたが素晴らしいんですよ。私の見識が素晴らしいんじゃないんですよ。私がお話した中で確かになと感じて行動した結果、自分のお金をそこに自分の責任で投じたあなたが当然取るべき報酬ですよ、ね、昨年1ビット買った方、今どうなってます？100万円弱が今500万円を超えてますよね。だから年間で400万円以上の利益を得たわけなんですよ。で、よかったじゃないですか。それは私がやったわけではないんですよ。あなたがやったわけですよね。久保さんお金預けるんでやっといてくださいじゃないんですよ。私はこういうふうに見てますよと。ビットコインに関しましてはもうね、売りの圧力が全然ないでしょって。だからもうこれからは起きるとしたら買いしかないんですよと。そして多くの方がね、ビットコインは500万を超えるとか1000万円を超えるとか言ってるでしょと。じゃあそういった景況感、まさに景気なんですよ。そうなるんじゃないかなという気持ちがどちらかというと買いに走らせるんですよと。そしてここまで買った方ってのは、ビットコインをね買った方ってのはもうこれ以上上がるんじゃないかなっていう風な気持ちからもうずっとホールドするわけなんですよ。だってね、ビットコインを100万円前後の時に持っていた方って、すでに持っていた方って買った時が数万円とか10万円とか、高くて30万って方なんですよ。私もだいぶ遅く68万で買いましたけども、それでもね100万円前後になったらもう焦って売らなくていいかなっていう気持ちなんですよ。でそれこそまあ3年5年ぐらい持っておこうかっていう気持ちでもう持ってるんで、基本的に売り圧力ってないんですよね。その中で95万ぐらいから買った人ってのも、もう売り圧力のないところからスタートなんで、値下がりするリスクが多分ね 10% あるとしたら、値上がりする可能性の方が 90% ぐらいあって、リスクリワードはなんと9対1以上なんですよ。だから私ですらね、リスクリワード 3.1 っていう風なビビりながらの FX テクニカル投資なんですけども、暗号通貨に言わせるとですね、当時のビットコインに言わせるとリスクリワード 9.1 ですからね。じゃあ10万円捨てたつもりで10万円買っとけばって話になるじゃないですか。じゃあ10万円で買った人って今どうなってますかってことですよね。だから50万ぐらいになってるでしょ。まあ、ですんで、去年今私がねここまで話したことって、去年そっくりそのまま同じこと言ってますからね。来年こういうふうに思うようになりますよっていう、まあ来年とは言わなかったかな、すいませんちょっと言い過ぎました。3年後5年後って言い方をしました。3年とか5年全く自分のお財布からなくなっても困らないお金がある人は、それが5000円だろうと1万円だろうとビットコインに変えといたらどうですかってことを話して、それがね3年後とか5年後じゃなくて、なんとね1年後に来ちゃったって話なんですよね。ここは私も分かりませんでした。そんなに早くなーと思わなかったんですよ。まあ多分ね、この新型コロナウイルスの影響による財政出動のその一部がこうやって暗号通貨に流れたんじゃないかなと思うんですよ。まあでもね、財政出動によって富裕層に流れたお金っていうのは結局余剰資金なんで、売りが急に起きるとも思えないんですよね。むしろ富裕層が持っている別のところにある余らしたお金を、これは低金利の銀行に預けていてもしょうがないから、まあ振り向けをね暗号通貨にしてもいいんじゃないかなってことで、今暗号通貨全面高ですからね。これはどのアルトコインが次に上がるんだろうという期待から多くの方が山を張って買ってるわけなんですよ。まあですんでね、本当にビットコイン値上がりして
ダイレクトに恩恵を受けている方が結構いらっしゃると思います。中には非常にお給料少ないんだけども、不動産が毎日のように進めてるから10万円で買いましたみたいな人いましたよね。年間で40万増えたんで良かったですね。そうですね。はい、あとはね、課税のことに関しましては利益確定後に税理士さんとご相談ください。私のところに税金の相談をいただいても税務相談は私はできませんのですいませんけどもそこはご理解ください。私ですらね、自分で判断せずに、顧問先にずっと頼んでます。何年も何年もね。はい、ただ税金のね、計算はね、相談はしてくれるんですけども確定申告は頼めないですね。やってくれないですね。ということでございます。おめでとうございます。ビットコイン550万超えました。